まさかここで会うとはな。ご友人かしら。ああ、ついこの間知り合ったんだ。見聞が広く、博学多才で、いろいろとためになる。歴史上の岩王帝君について話し合っているんだが、お前も興味あるか？この方は岩王帝君の力を甘く見ているようでな。プロの考古学者として少し訂正してあげていたんだ。ちょうど今世界最初の村の話をしていたところだよ。世界最初の村？岩王帝君の導きにより先人たちは功績を精錬し、諸国と貿易を展開したのは誰もが知っているだろう。今のリーウェイには全大陸で唯一モラを製造できる権利がある。そして最初のモラは数千年前に岩王帝君が作ったと考えられる。私の考察、それから推測だと、この歴史的意味のあるモラは記念品として今も大事に保存されてると思うわ。例えばリンユエを管理する七星は就任前に秘密裏に行われる儀式があって、そこで。いやいや、私の研究だとこの最初のモラはそう単純なものではない。ご存知の通り、モラは触媒の一つである。今もモラを使って武器を強化する術が存在する。世界最初のモラには強い力が秘められているはずだ。だから今度出す私の本でこの10年間の研究成果を証明してみせようと思っている。ズバリ、岩王帝君はそのモラを使って刀と剣を強化したという歴史を。刀と剣を？知りたければ私の本を買うといい。ちなみにその刀と剣を手に入れればリーユエの王になれると言われ。それはどうだろうか。おや、刀剣の真相の考察は置いておくとして、モラが生まれた理由は契約を結ぶための手段だ。モラを使って取引させることこそが本意だと思う。だから最初のモラも普通に通貨として使われているだろう。うん、私は漢学殿の仮説は面白いと思う。逆に勝利殿、なぜ証拠もなしに否定を？いや、俺はあくまで事実を述べたまでだ。私よりも岩王帝君の見心がわかるというのかい？歴史に関しては俺も詳しくはない。だが意見が分かれなければ切磋琢磨もできなくなる。では聞こう。千年前、岩王帝君が先人たちに建築の技術を教えた。その時使われた模型は全てモラで鋳造されたものだった。そうだね？その通りだ。では仮にモラに侵力がないとして、なぜ岩王帝君はそんな贅沢なことをしたのだ？簡単だ。それはモラが最も手に入りやすく最もコストのかからない材料だったからだろう。岩王帝君の話だからな。勝利殿、その考古学に関してあなたに聞きたいことがあるんだけど、場所を変えて聞いてもいいかしら？ああ、構わないが、友人も一緒でいいか？きっと近っ。ぜひご一緒してほしいわ。さあ行きましょう。これから話すことは少し眼神に対して不敬だから、人の少ない場所の方がいいと思ってね。勝利殿の話は理にかなっていた。多数の意見になびくことなく非常に客観的だったわ。だから他の学者とは違う答えがもらえるかと思って。勝利殿、眼神に殺された魔人はみんな悪だったと思う？善悪はさておき、岩王帝君は契約を尊ぶ。だから殺された魔人はきっと契約を保護にしたはずだ。おう、罪もない奴を殺すなんてこと岩王帝君はしないと思うぞ。
でも考古学の研究をしていく中で塩の魔人に関する伝説を耳にしたわ。塩の魔人ヘウリア、彼女は善良な魔人だった。でも戦争でモラクスに実に不名誉な方法で暗殺された。え、嘘だろ。それは話せば長くなるな。真相もお前の知りたいものではないかもしれない。構わないわ。知ってることを教えてほしいの。ずっとこの件を調べてきたから。ああ、どこから話せばいいか迷っている。お、いたいた、勝利先生、探したぞ。武器を下ろせ、離れろ。戦艦軍に通報するぞ。武器なんか持ってないんだが。なあ、落ち着いてくれ。俺はスネージナヤから来たただの考古学研究員だ。ファデュイは信じないぞ。ちゃんとリーウェ総務士にも報告したし、正式な許可書類も持ってる。これからリーウェで考古学調査を行い、その調査結果を全て総務士にも共有することになっている。それで往生堂の勝利先生は物知りだと聞いて、俺の顧問になってほしく往生堂に大金を支払ったんだ。つまりは往生堂の仕事だな。仕事なら仕方ないさ。往生堂には世話になっているからな。さすが勝利先生。じゃあ今すぐ出発しようか。待って、私もついてっていい？私も考古学者だから役に立てるわ。では先ほどの話はまた後にしよう。そうだ、お前も一緒に来い。この先の経験はお前の力になるかもしれない。あれは七神が確立される前のこと。魔人はもういないし、お前の目標でもないが、お前の旅に少しは意味をもたらすと思うぞ。待て、これは観光じゃなくて考古学チームだ。人が多すぎる。しかし俺の友人には唯一無二の才能がある。かなり役に立つと思うぞ。へえ、どんな才能だ？宝箱を絶対に見逃さないという才能だ。オイラも得意だぞ。確かに役に立つな。許可。では早速例の渦の魔人が軍玉閣によって鎮圧された場所を見に行こう。何かあるかもしれない。古物や痕跡、魔人のかけらがあればもっといい。とにかくきっと何かしら収穫はあるはずだ。特に変わったところはないな。価値のあるものを見つけられるだろうか。あ、結構壮大だと思うぞ。景色の話じゃない。あんな対戦があった後なら何か違和感を覚えるところがあるはずなんだが、今はどこから探せばいいかもわからんな。ここは古雲閣。魔人もしくは魔人戦争の歴史を研究したければここが最高の場所になる。伝説によると岩王帝君は岩の槍を海に投げ魔人を封印した。その岩の槍が長年の風化を受けて今の景色となった。こんな大きい山が岩王帝君の武器？俺たちが見ているのは氷山の一角に過ぎない。あの時帝君が投げた槍の数も体積もこれをはるかに超えている。ただ角度の違いやそれから海水や重力の影響でその多くは海の底に沈んだんだ。そのため風化だけでなく最初の崩落も古雲閣が出来上がった要因の一つとなっている。じゃああんな桁外れの力を持った者と戦った魔人もきっと強かったんだよな。ああ、
だから古雲閣には研究の価値がある。あの歴史と関係するものの多くは海に沈んだが、渦の魔人が大波を引き起こした影響で何かが見つかるかもしれない。つまりちゃんと探せばきっと大儲けでき、古本収穫はあるってことだな。それなら安心だ。この人数なら手分けして探した方がいいだろう。ああ、では俺は友人と共に行くことにする。雑学はわかるが、プロの考古学者の前で恥をかくのは遠慮したいからな。え、あ、私。なんだ、あんたの本職だろ。なぜ驚く。わかったわ。では案内するわ。ああ、珍しいものを見つけたら、そうだな、対岸で落ち合おう。あんた本当に考古学者か。何も知らないじゃないか。術業に専攻ありって言うでしょ。ちゃんと説明してるじゃない。喧嘩はやめろよ。何があったんだ。こいつ考古学者なのにこの辺りの遺跡について何にも知らないんだよ。むしろ俺の方が詳しいくらいだ。だから俺の勘と経験で価値のありそうなものを持ってくることしかできなかった。ああ、時間の無駄だったかもしれない。私はずっと塩の魔人の研究をしてたんだから、詳しくないのも仕方ないでしょ。そっちこそモラのことしか聞いてこなかったじゃない。貴重な文化財の価値をモラで測ることしか知らないの。それはモラで言えば一番わかりやすいだろ。まさにリーユへの伝統だ。二人とも少し落ち着け。お互い見つけたものを一緒に確認しよう。そちらが見つけたものは確かに渦の魔人の影響で岸に上がったものだが、魔人とは関係がないな。残念だがこの海域にもともとあったものだ。一方俺たちが見つけた石板には不思議な模様がある。魔人の力も残っているな。研究あ、早くそれを俺にこれで収穫はありだな。魔人の力、これを探してたんだ。他のものも少しは金になると思うし、顧問料を回収できるはずだ。全部俺のものだからな。魔人の力がないと研究価値がないのか。うん、私が塩の魔人の歴史を研究しているのは、歴史が文化と信仰を教えてくれるからよ。あなたはお金のことしか考えてないみたいだけど。バカ言え。俺はスネージナヤの考古学研究員だ。正真正銘な。そうだ、あのコップは売らない方がいいぞ。ん？なんでだ。あれは行幸のコレクションで軍玉閣と共に落ちてきたんだ。七星を敵に回したくなければ。金になると思ったのに。ほらまたお金の話。だったら何だって言うんだ。研究成果も金もどっちも得るに越したことないじゃないか。さ、ここは終わりにするぞ。そうだ、塩の魔人、そいつには俺も興味があるんだ。次は地中の塩に行くか。地中の塩はかつて塩の魔人の民が暮らしていた場所だと聞いた。ああ、きっと価値のある文化財も多いだろうな。伝説によると、塩の魔人ヘウリアの加護を受けた民は確かに幸せな暮らしをしていた。しかしこの伝説は古くからあり、ここに来た宝刀団も数知れない。価値のあるものはほとんど残っていないだろう。ち、来なければよかったな。実は洞窟の奥に塩の魔人関連の遺跡があるの。
それが地中の潮の由来にもなっているらしいわ。ただ遺跡の入り口は封印されているみたいで入れないのよ。関係のありそうな装置は見つけたけど、解除しても封印は微動だにしなくて。その封印の由来も解除方法も潮の魔人の研究にとって重要な課題になっているわ。物証がないからわからないわ。でも封印の多くは真実を隠すために存在するものよ。けど潮の魔人は優しく力もあってみんなに愛されていた。見せられないものなどないはず。だから真実を隠したいのは犯人のモラクスだと私は考えているわ。岩王帝君はそんなことしないと思うけど。そんなのどうだっていい。それよりその遺跡には潮の魔人の宝物があるんだろうな。人の話を聞きなさいって。あったとしても封印を解かないと入れないわよ。勝利先生がいるじゃないか。何でも知ってるし、封印だって楽勝だろう。あの封印は長いこと存在していて謎だらけだから、きっと勝利殿だって多少ならわかる。封印に関する言い伝えは雑然としているように見えるが、実は解除の仕方もちゃんと伝わっているんだ。封印と関係がありそうな装置の話をしていたな。うん、勝利殿がそう言うなら案内するわ。ここ、ああ、変わった元素石碑があったわ。これも関係があったのね。封印を調べるために神の目を持った人を雇ったんだけど、石碑に明かりをつけた後何も起こらなかったのよね。ここの石碑は正しい順番で明かりをつけないと封印の解除ができない。そしてヒントは魔人戦争に関する文章の中にある。南は天候、東は陽光、西は絶運、北は計策。広いリーウェに居場所がないとは。え、なんだって。意味がわからないぞ。それ聞いたことがある。ああ、この文章は潮の魔人とも関係がある。この優しい神は苦しむ民に居場所を与えるためリーウェ各地を歩き回った。しかしあの戦火にまみれた時代、一国の平和でもかなり贅沢なものだった。最後彼女が見つけたのは今の地中の潮という場所だ。でもその安らぎもモラクスに壊された。そんな古臭い伝説の話よりも早く封印を解除しよう。せっかくヒントがあるんだから。さあさあ。天候は南、陽光は東、絶運は西、計策は北。このヒントがあればお前もわかるだろ。無用の争いを避けるため遺跡に入る前に一つ提案があるんだが。何でしょう。契約を結んでほしい。内容は順番に物を取る。一度に一点のみ。誠意を示すため俺はカウントしなくていい。おい、せっかくのチャンスを諦めるのか。俺は認めない。この半人前の考古学者と収穫を等分しろってか。あ、それはこっちのセリフよ。潮の魔人の文化財が台無しになるわ。絶対に無理。ふん。もし契約を結べないのなら顧問を降りるしかないな。この遺跡にある宝と罠の対処は二人の判断に任せる。それは
潮の魔人の宝物だ。その半分でも十分金になるだろう。契約に応じてもいいけど、勝利殿、一つ条件があるわ。潮の魔人の真相を見つけたら、たとえモラクスに不利なことであっても公正に判断してほしい。その条件なら受け入れよう。では行こうか。中に塩が半分入ってるわ。ただの塩入れだろう。塩の魔人は貧乏な魔人だな。俺の知っている限りそれは普通のものじゃない。たかが半分されど半分、永遠に変わらない。え、つまりいくら使っても中の塩は減らないのか。その通りだ。無限の塩を生み出すなんて、やっぱり塩の魔人の力はすごいわ。ここまで苦労してやっと見つけたお宝だ。こいつは俺のだ。無限に出てくる塩、それを売るだけで十分に儲かるはずだ。塩の魔人の遺産をそんなことに使わないでくれる？クリメント殿がそれを欲するなら、契約に従って次は彼女がもらう。問題ないさ。こいつより金になるものはなさそうだしな。契約に従い、奪い合いはやめておくわ。では先に進もう。ふん、ただの定規だろう。大したことない。これは測定器具の一つなのよね。その通り。しかしこれにも潮の魔人の力がある。これを地面に刺すと、そこから潮が溢れてくる。深く刺すほど得られる潮の量も多い。つまり潮の豊作だ。それって俺の潮入れよりもすごいじゃないか。では契約に従い、この定規は彼女のものだ。ダメだ、認めないぞ。俺が出した金だ。なんで俺が損しなければならないんだ。それにこいつ何の役にも立ってないし、絶対に認めない。やっぱりこうなるのか。つまり契約を破るのか。だったらなんだ。この遺跡の罠もほとんど分かったし、あんたがいなくても結構。そもそも俺が雇い主なのに、なんであんたに従わないといけないんだ。契約を結んだからだ。岩王帝君はこう言った。契約を保護する者は岩食いの刑に値すると。それはリーウェの神だろう。俺はスネージーナヤから切った。岩食いの刑、その身をもって体験するといい。無事じゃ済まないがな。天理チョーク。断罪の名において。足元に気をつけて。敵に突き刺す。やられなかった。その獲物も没収する。この先に行く資格はない。猿がいい。くそ、覚えてろよ。考古学のためとか言って結局嘘だったな。だな、オイラの鼻は騙されないぞ。彼は貪欲で間違いを犯した。しかし貪欲の他にも契約を破る原因はまだまだある。渇望する者を前に、契約を守れる者はどれほどいるか。これを機にはっきりとさせよう。あ、何のことだ。この考古学チームに考古学を目的に来た者はいない。どうしてそう言えるの。お前は考古学の初歩的な知識も文化財もよく知らないが、潮の魔人に関する知識だけはかなり詳しい。考古学や文化財よりも潮の魔人自身に興味があるのだろう。またお前が話した潮の魔人の伝説も
その多くは銀元町に伝わっている。それ以上言わないで。勝利殿はやっぱり物知りなのね。何もかも見抜かれてるわ。そう、私は考古学者ではなく、リーウェ七星八門の一つ、遠行を担当する銀元町の者よ。私たちの祖先はかつて魔人戦争中に潮の魔人に守られた民だった。確かにモラクスっていう名前を口にするリーユエ人はめったにいないもんな。戦争中、モラクスが私たちの神を殺した。潮の魔人の力を奪うために。憎いわ。でもリーユエはモラクスのリーユエ、歴史だって改ざんされてるに決まってる。だから証明したいの、モラクスが悪で残酷な一面もあるってことを。契約に従って真実をちゃんと公正に判断してくれるわね、勝利殿。もちろんだ。それにリーウェはもうモラクスのリーウェではない。ついてこい。これは剣？あ、壊れた剣よ。これが証拠よ。潮の魔人は抵抗した。ただモラクスには勝てなかったんだわ。潮入れや定規に比べてこの剣の力はもっと強大でしょうね。もし直すことができれば、潮の魔人の力をみんなに見せることができる。確かに負けた後に残されたものに見えるな。剣の断片が2つ、考古学的な見地から言うとそれは2つの文化財になる。契約どうしてよ。だってクリメントのやつはもう。ああ、だが一点のみの契約はまだ有効だ。同時に二つもらうのは契約違反になる。それはなあ、勝利、悪意はないんだし少し融通を聞かせたら。契約に融通はない。守るか破るかだけだ。ダメ、半分だけもらっても直せっこないわ。そしたら潮の魔人の力だって。私の信仰のために何が何でも、契約違反になっても構わないわ。決心はついたか。では代価を支払ってもらおう。勝利、岩食いの刑を受けることになるぞ。構わない。民を守るため犠牲になった潮の魔人と比べたらそんなの大したことないわ。どんな処罰でも構わない。私の信仰を守れるなら。女性を殴っちゃダメだ。それで許されるのなら楽だけどな。罰として真相を教えよう。真相？真相が私への罰？ああ、これから話す真相はお前が契約を破った代価だ。残念だが潮の魔人ヘウリアは強い魔人ではない。むしろ弱い。譲歩ばかりしてきた彼女は七神の座には登れない敗者だ。何ですって？魔人戦争時代、魔人たちはテイバット大陸を奪い合い、力と知恵を尽くし戦った。しかしヘウリアは逃げることを選んだ。逃げれば戦火の影響は自分と民たちに波及しないと思った。しかし長い戦争の中で譲歩は終わらない。そうしてヘウリアは土地を全て失い、最後の居場所しか残らなくなった。いや、そんなのありえない。最後、彼女は民を守る武器すら持っていなかった。武器すらない？ああ、それは潮の魔人の遺物ではなく彼女を殺した凶器だ。凶器？違う、
嘘よ、私の信仰を惑わすつもりなのね。事実を述べたまでだ。そんなバカな。さてはあなたもモラクスの信者なのね。おい、勝手に行くなよ。罰だからな。そうでなければ俺だって話したくない。先へ進もう。そこにはおそらく彼女が真相を受け入れざるを得ないものがある。今までのあれは何なの？彼らは何を見て何をしたの？そして一体何があったの？俺を信じられないなら先へ進むしかない。あの時の出来事、この扉の先にある痕跡がそれを記録している。いざ。新天道地。ここだ。ヘウリアだったものが崩れ、塩しか残っていない。これが彼女の最後だ。物語の続きだ。彼女の民はこの優しい魔人では誰も守れないと気づいた。魔人戦争は残酷だ。敗れた苦痛を味わわせるよりも彼らは彼女を自由にしたかった。でもこの彫像たちは、どういうこと？どんな弱い魔人であろうと、それが死ぬ時に流れ出る力は凡人の体では耐えられるものではない。逃げられなかった者がこんな風になってしまったんだ。生き残った民は領地を離れ、元王帝君の庇護を求めるためリーユエに行った。その子孫たちはヘウリアが残した魔人残滓による呪いを恐れ、ここに戻って彼女の怒りが静まるようにと剣を折って彼女に奉納した。だが本当はする必要もなかったんだ。最後まで抵抗しなかった魔人が自分の民に怒りを抱くわけ。それでも受け入れられないわ。嘘よ、偽りの歴史よ。何もかも私の信仰は揺るがない。今回も容赦ないな。それが彼女の払う代価だ。が悪いことばかりでもない。しばらく動揺は続くだろうが、すぐに納得できなくても事実を知ることはいいことだ。ああ、遠い昔の俺にとってヘウリアの話は戒めでもあるんだ。亡くなった神を信仰するのはいいことではない。ヘウリアでもモラクスでも皆同じだ。ああ。さて、これから一緒に古雲閣に来てくれないか。あ、何するんだ？ああ、ここに来て、そして昔話をして、ふと懐かしい思いに駆られたんだ。前にも言ったが、古雲閣の下には魔人たちが多く封印されている。今のリーユエは凡人たちのものだ。遠い昔に生きたヘウリアの置き土産をリーユエ港に持ち帰るわけにはいかない。ここで静かに眠らせた方がいい。俺は一つの時代を終わらせた。その歴史をどう記録すればいいか。歴史は記録できるが、その信憑性は不確かなものだ。
今回の件はその証明になった。本物の歴史を刻むためにより良い記録が必要だ。石に刻むのは良い記録だった。しかし変わらない盤石も世界も俺も勝利だから、お前のことを思い浮かべたんだ。お前は様々な世界を旅する者。歴史をお前の記憶に刻めば、それはいつか別の世界にも伝わるだろう。旅人としてお前が記録すれば、テイワットの時代も歴史もバックアップを得たのと同じだ。任重くして道通し。さてと、そろそろ置き土産を海に入れるとするか。あ、なんで海に入れるんだ。言っただろ、ここには魔人が多く封印されていると。軍玉閣に再び封印されたあの渦の魔人オセルもな。数千年前、戦乱に満ちたリーユエで俺たちは戦った。魔人が封印された幸運閣も、千年の時を経て逸話と伝説しか残っていない。オセル、俺たちは敵同士だが、旧時代の対立は所詮旧時代の思い出に過ぎない。ああヘウリアの遺物はお前が飲み込むといい。リーウェ校の霊石はこれで一つなくなった。天地万象、後世に任せるとしよう。